主人くん、迷わないように手を握っててあげるね。おお、そういうことですか。え、クロミ、なんで私の手握ってくるの。さあ、スズちゃんはセレンちゃんの手を握り、セレンちゃんはリンちゃんの手を握ってください。フォークダンスじゃん。やだ、ご主人くん、駆け落ちする。ご主人くん、そんなに私のこと心配しちゃって、駆け落ちする。っていうかお前ら、何から逃げて駆け落ちるつもりなんだ。ご主人くん、かわいいな。ご主人、めちゃくちゃ可愛いな。あなたたち、イチャイチャしてないで先を急ぎますよ。我々の肩にこの島の平和とか風紀とか貞操とかがかかっているのです。なんか足音もこっちに近づいてきてない。おお、きっとフォークダンスに参加したい他のモンスター娘たちが押し寄せてきたんじゃないですか。んなわけあるか。きっとこのパターンは。ああ、私の勘は冴えまくりですわね。こんな薄汚い神殿に入るのはためらわれましたけれど、やっと獲物第一号を見つけましたわ。ほーらー、やっぱり密漁者だ。クロミが見事フラグ回収しやがったな。私のせいなんですか。もしかしたら本当にフォークダンスに参加したいだけの密漁者かもしれませんよ。いや、どう考えても違うでしょう。獲物第一号とか叫んじゃってるし。いいえ、そんなことよりも。あら、ビビシン様が真面目にやれって怒ったらさ。薄汚い神殿とは聞き捨てなりませんね。ここ延期神殿は重神を祀ってる由緒正しき神殿。何の重神を祀っているかは詳しく覚えていませんが、デシペンス島の各地に現存するダンジョンの数多くはこの神殿をもとに建造されているのです。この歴史を感じさせる趣深さと荘厳さを理解せず、薄汚いとは。そっちか。まあ、確かに少し誇りっぽい気もしますしね。し、クロミ、怒られるよ。ほら、なんか笑顔でこっち睨んでる。ちょっと、私を無視するんじゃありませんわ。ああ、まだいたんだ。もう怒りましたわ。生け捕りにしてやろうと思ってましたけど、ここで息の根を止めて差し上げますわ。んじゃ、久しぶりに一丁やってやるか。おーおパワーです。
なさい。まずだね。本気見せちゃおっかな。力貸してあげよっか。この島で会うことがあれば、その時は必ず私をこんな目に遭わせたことを後悔させてやりますわ。あ、逃げた。どうする、ご主人くん。追いかける？ちょっと見ないうちに、なんだか凛々しくなったな、ご主人。お前の成長をこうして間近で感じられて嬉しいぜ。いや、ちっとも近くないし、むしろかなり遠いからもっと近づいて目を見て伝えてきなよ。やだ無理。凛々しい姿に可愛いがプラスされてご主人が眩しすぎて直視できねえ。乙女か。Thank you.